なの、そうなの。このまま負けるわけにいかない。二人だけでねえ、折り星、あの彦星と楽しくさせないわよ。何回間違えんのよ。デッドバイデイライト界の織姫、どうしかよ。もうちょっとでね、七夕来るじゃない。みんなは何をするのかしら。私はやっぱ七のつく日だから、パチンコに行きたいと思うわよ。今回一緒に参加してくれる織姫たちを紹介するわ。まずはこの子よ。デッドバイデイライト界の織姫、レベル2ことエメカンやん。七夕、私の七夕の願いは、回らないお寿司に食べに行くことやん。よろしくー。じゃない、一人で行くの？そうやん。あ、もう彦星見つけなんだよって話。もういらないわよ。どうせブッサイクなのよ。めちゃくちゃやん。じゃあ最後の織姫はこの子よ。はい、デッドバイデイライト界隈の織姫レベル3ことレプコよ。私はね、そうね、七夕に願うことは、早く私の彦星来てちょうだいって書くわ。よろしくー。よろしくー。いいわよね、なんかレベル1って3って今回のキラーなんかちょっとマイケル来そうな気がするわ。あ、レベルだな。でもトシコ結構鋭いから、そういう時当たったりすんのよ。いや、そんな鋭くないわよ。鋭いのは夜投げよ。尖ってるわね、トシコのあれが鋭くね。すぐ尖るから、あ、三角形ばくるんじゃない今日。トシコのエクセキューションなんよ。やばいわよ。私 ね、夜もうあだ名自分でつけてるの、うん、エクセキューションなんかもうすんごい朝とかもうすごい三角になっちゃうね。特に朝ね、朝立ち。よろしくー。よろしく。来たーよ。来たーよ。あら、ヒコボシがいる。なかなか悪そうなヒコボシね。そうね、ちょっとなんかこれなんでこんな暑い日にこんな上着羽織ってんのかな。かっこいいと思ってんのかしら、この人。そんなこと言ったら、M 子も結構あったかそうよ、格好。あ、そうね、確かに。さあ、何のキラー来るかしらね。そうね、そうね。あら、ケーキ。美味しそうね。あら、ケーキ。最近、二人は何、あの、コンビニとかでおすすめの食べ物とかないの？あのコンビニね、私セブンイレブンでなんか冷凍なんだけど、うん、手羽中、うん、手羽先とかじゃなくて手羽元じゃなくて手羽中、そういうのがあるのね。うん、なんか甘辛になんか炒めたやつの冷凍、うん、チンして食べるとめっちゃ美味しいわよ。マジでおすすめよ。私もね、チン好きな、レプチンっていうのがもう特に好きなの。ああ、今ね、レプチンね。チンでも手羽中をレプチンってね。そうなのよ。よく言うのは、あのコンビニとか行ったら、今日レプチンしてちょうだいって言ったら、うん、私もファンですって、何言ってんのよ、チンのことよって言ったら、うん、もうこの話はもういいわ。私はもう収集がつかないわ、ね、ネタの放り投げね。あのね、私はね、あのレプコに教わったローソンのホットドッグが大好きなの。あ、あれめっちゃ美味しいね。美味しいのよ。あれうまいわね。まあ、この声は？この声はハントレスね。ハントレスよ、うん。そうね、ハントレスね。やばいわ、私見つかっちゃっち。見つかっちゃっち。やばいわ。トシコ、取れ高見せちゃいなさい。見せちゃいなさい。よっかよ。ああ。避けたの？避けてないわよ。あれ？一撃やのよ。嘘ですよ。やばいわよ。やばいわね。本気じゃない。それでやたらと斧攻撃してきたのね。なるほどね。なるほど。慎重にね。でもこれアドオンつけても3本しか持てないから。うん。うん、そう、ちゃんと避ければ結構逃げれるわよ。あ、そういうことなのね。いや、これちょっとまずいわ。こんなすぐに釣られちゃったら、私も彦姫じゃなくて何姫って言ったら、織姫ね。織姫よ。年姫になれないわ。ちょっとこれ発電したらヘルプに行こうかしな。でもやっぱ世の女の子はみんな姫になりたいものね。そうよ、そうね。あなただけの特別な姫になりたいって思ってるよ、みんな。あらららら、いやらしいわね。近いよ。あっちかね、あの子。ナイスよ、ありがとうっすわよ。逃げてちょうだい。遠くへ行くわよ。ちょっと任せて。発電する前に回復しても意味ないわよ。あ、そうよね、そうよね、うん、確かに確かに。よいしょ。怖いわね。
怖いわね。まだ声がするわ。あ、来たわね。トシコ吊るされてた方向に来てるわよ。怖いよ。怖いわよ。あ、戻ったっぽいわね。オッケー。よしよしよし。つけるわよ。お願いよ。あ、なんか嫌な声聞こえてきた。不吉な声ね。あ、怖いわ。今私中央あたりでチェスしたけど、ああ怖い。あーごめんなさい、私ダメね、ダメね、今日のよ。でもあるんじゃない？あるわ、あります、あたりす、あたりこ、隠しのとしこね。そうよ、決死のとしこよ。決死のとしこね。決死のとしこ。そうなの、そうなの。このまま負けるわけにいかない、二人だけでねえ、折り星、うん、あの彦星と楽しくさせないわよ。何回間違えんのよ。にわかってバレちゃうわよ。ちょっと回復しよう。オッケー。怖いわね。ナイスよ。ナイスよ。折り星って面白いね。やっぱま。織姫様と飛行士合体させたお姉じゃないの。私たちみたいな感じになってるわよ。そうね。あれ怖いわ。めっちゃ声聞こえるわ。よいしょ。45メートルあるからね、この声。怖いわ。どこに怖いわ。やっぱでも、あの、私この間さ、あかん、あたいバレたわ。ペプコとエムコになんかね、結構オープンレックの戦いに呼んでもらったんだけど、やっぱ、あんただって二人うますぎるわよ。そんなことないわよ。そんなことないわ、投資コもうまいわよ。ねえ、あたち何も活躍してなかったんすわよ。あ、レプコ、頑張って。やばいわよ。頑張ってちょうだい。冷えよ。飛行士が目の前に来てるわ。よけたわよ。任せちょうだい。なんか飛行士にナンパされてるんだけど、何この子。受けちゃいなさいよ、あんたそのナンパ。ええー。でも私この飛行士嫌だわ、なんか刈り上げてるわよ。横投げね。あ、やばいわよ。一撃斧よ。これ一撃斧が怖いのよ。ごめんなさい、近くに連れちゃったわ。バレたら終わりね、私。逃げるわよ。飛行士に守ってもらうわ。あ、嫌よ。やばいわ。あ、嫌よ。私、まずいわ、としこ、これ。私、行くわよ。お願いよ。エクスキューションな。あ、危ない。離れるわ。お願いよ。了解、行くわよ。お願いよ。そう、そのまま、まっすぐよ。あれ、やっ、これ近くない？大丈夫？やばい。どうでしょう？トシコ、これこれ、まずい。レプコがリーチになる前に行ってちょうだい。お願いよ。ああ、嘘、やべ、離せ、もうだ。やばいわ。やばいわこれ。絶対やばい。不滅？不滅って何？レプコ？今よレプコ。逃げろ。ナイスよ。ゴーよ。あたし溜まってないから無視してやって。無視溜まってるの？溜まってないのよ。溜めてちょうだいよ。溜めるわよ。溜めてちょうだい。やばいわやばいわよ。不滅あるの？私は何度でも何度でも仕上がるわ。さすがよ、ナイスよ。キキ一発、私このままだったらぶったたかれてるとこだったわよ。いや、そんなことないよ、そんなことない。来てるわよ、来てるわよ。成功よ、成功よ。よいしょっと、もっと怖いわよ。っとこしょういちよ、よっとこしょういちよ。うわ、怖いよ。不滅やっぱ強いわね。そうね、びっくりドンキーよ。美味しいわよね。あ、私
住んだわよ。え？え？私住んだわ。私住んだわ。今の追い込まれちゃったわ。でもまだリーチじゃない？そうよそうよまだリーチよ。時間稼ぐっすわよ。稼いでちょうだい。ナイスよ。ああ担がれたもんね。ああやんないよやんないよ。ほんの数秒しか稼げなかったわ。その数秒が結構響いてくるわよ。あ嬉しいこと言ってくれんじゃな。タナバタのせいか髪につけてあるかんざしが花開いてるわ。タナバタと花全然関係ないじゃない。関係ないよね。私唯一このクローデットの顔だけ課金したのよ。そうだね。さっきあのそうそう体課金してないわよ顔だけよ。めちゃくちゃ面白かったのが顔あんま大して変わんないのに。なんでかこれ課金しちゃったわよ。ナイスよ彦星。ナイスよ。残り2個よね。そう、私でももう1個ついちゃうわよ。つけちゃうわよ。お、ナイスよ、ナイスよ。行くわよ。どんだけどんだけなら全回復しろね、意味ないのに。そうね、意味ないことじゃない。あの子何やってんのか、全回復なんかするだけ無駄じゃないのって言いつつ私もしちゃったわ。え、嘘あアイアンメイデンよね、これ確か。そうよ。内なる力じゃない、あなた。そうなのよ、これやべえっすわよ。あーみんなどこにいるかしらね、怖いわ。怖いわよ、どこ。怖い怖いわ。つけましょう。オリヒメトシコ頼むわよ。了解よ。あら、イタチンチン蹴られてるわ。イタチンチン、ほんとチンチン好きね、あんた。ほんと、しゃぶりたくようになるような名前ね、それも。そしてあぶりついてちょうだい。うまいわよ、照り焼き味よ。照り焼き味甘酸っぱそうね。お、フィニッシュよ。フィニッシュ、行くわよ。あ、行ったっすよ。どんだけこっちね、こっちね。どんだけよ。これ一気に強度が怖いわよね。そうなのよ。これでノーアンまで持ってたら笑うわよ、私。そうよね。あら、なんか光ってるわね。なんか光ってる。まさかどうすか。気をつけるじゃないよ。突っ壊した方がいいんじゃない。あれ飛行士が。でもいいわよ、もう飛行士なんかいくらでもいるわよ。この世にはね、飛行士はたくさん。どうしようかしら、助けに行くの。でもあの1年に1回やるからまた来年会えるんじゃない。そうよね。そんなことで私たち死にいいの。 M 子行くの。 M 子に任せるわよ。え、壊せないの呪いのトーテム。なんかあったかしら、呪いのトーテム。え、あ、ないの。あれ M 子があったって言ったから。いや、ないわよ。あ、どうしたの。体が光ってたのよ。あ、そういうことね。そっちね。何よ、もう紛らわしいじゃない。ちょっと待ってちょうだい。え、逃げるチャンス失っちゃったわ、私ちょっと。私、じゃあもう片方開けるわよ。了解よ。これ両方開いたわ。私リーチなのよね。私もリーチなのよ。ねえ、向こう。私はまだよ。え、向こう、私ちょっとじゃあこっち竹寄せるわ、こっちに音立てて。あ、オッケーよ、任せて。中央にいるわね。よし、逃げるわよ。行くわよ。あー、危ないわ。助けようと思ったけどね、やっぱ。あ、ダメだった。先とは先に手に帰ったのね、時間よ。よし、逃げるわよ。危ないわ。危ないわね。お迎えが来ちゃったわね。お迎え来たわね。あの世で会いましょう。じゃあまた来年の七夕にお会いしましょう。そうね。そうね。ごめんなさい。